クロスポリン、QBAN、サイクロスポリンは、真菌が産生する、感情ポリペプチド構成物質の一つである。免疫抑制剤。D アミノ酸を一つ含む11のアミノ酸からなる。商品は、サンディミュン、ネオーラルなど、風皮水薬品モデルリストに収載されている。風の下部組織による、エルク発芽性リストのグループ1に属する。 t- リンパ球によるインターロイキンマイナス2、4、5、13やインターフェロンガンマなどのサイトカイン転写を特異的かつ可逆的に抑制し、ひいてはサイトカイン酸性という類を抑制する。これはカルシニューリンによる細胞内情報伝達阻害による、臓器移植による拒絶反応の抑制や自己免疫疾患の治療に使用される。副作用として腎機能障害。 高血圧、多無歯肉増殖症などがある。使用量により、血圧や人機能のモニタリングが必要で、使用期間も限られる。ネオーラルは、エマルジョンとなる、要解面活性剤などが配合され、吸収が安定する、製剤技術が用いられている。サンディミュイでは、吸収には、ばらつきがあった。T 細胞内で、細胞質タンパク質の一つであるシクロフィリンと、 複合体を形成して、細胞質でカルシニューリンを阻害する。T 細胞の活性化は通常 T 細胞受容体の刺激による細胞内カルシウム濃度の上昇を起点とする。カルシウムがカルモジュリンと共にカルシニューリンを活性化し、カルシニューリンが核の転写因子を脱リン酸化し、ムファットックが核に移動して、いるマイナスに糖の遺伝の転写を開始させる。シクロスポリンが カルシニューリンの活性化を阻害する結果、T 細胞の活性化が抑制されて、免疫機能が抑制される。これは、タクロリムスと類似の薬理作用である。シクロスポリンはまたリンフォカインの酸性と、インターロイキンの放出を抑制し、エフェクター T 細胞の機能を低下させる。細胞増殖抑制作用はない。またシクロスポリンは、ミトコンドリア膜透過性線以降を構成する。 シクロフィリン D に結合し、カルシニューリン経路を阻害する。MPTP は、真菌のミトコンドリア膜から発見された、タンパク質で、カルシウム4をミトコンドリア内部へ移動させる役割を持つ。MPTP が開いて、カルシウムが流入すると、膜デニが変化する。これが乱れるとミトコンドリアは膨張し、機能不全を起こす。シクロスポリンはミトコンドリアでのミトコンドリア。 透過性線以降の開口を阻害し、アポトーシスを誘導する因子であるシトクロム C の放出を止める。これは、臨床的には主要な作用基準ではないが、アポトーシスの研究においては重要な意味を持つ。蛍光剤、注射剤点眼液サンディミューンは、素水性であるため、消化液の中では、大きな油滴となり、吸収には、単重酸による乳化が必要であるので、 食事の内容やタイミング、単重酸分泌量による影響から、吸収には、ばらつきがあった。ネオーラルは、オイルインウォーター型マイクロエマルジョンとなる、要解面活性剤などを配合したものであり、吸収が安定するような製剤技術を用いた、製品である。獣医学領域では、犬の感性核血膜炎の治療にも使用される。タクロリムス、ピタバスタチン。 ロスバスタチン、ボセンタン、アリスキレン、アスナプレビル、バニュプレビルを服用中の患者、並びに肝障害、または腎障害を持つコルヒチンを服用中の患者等には近忌である。転換薬は目感染症のある患者に近忌とされている。感染では、使用初期の血圧上昇や、長期使用での腎機能の悪化があるためこれらの機能のモニタリングが必要である。 添付文書に記載されている重大な副作用は以下がある。天南薬には重大な副作用は設定されていない。その他の副作用として5%以上に多毛が1%以上に血圧上昇、悪心、嘔吐新鮮、高血糖、高尿酸血症、高止血症、歯肉飛行が発生する。人後にシクロスポリンを用いると、 高尿酸血症が発生することがある。これは、クレアチニンクリアランスが低下することで、尿酸排泄量が低下することによる。代わりにアザチオプリンを用いることで、痛風の発生を減らすことができる。人毒性があり、副作用として、神経症状を示すことがある。臓器移植された患者が出産する例もあり、 シクロホスファミドやメトトレキサート等に比べ、生殖細胞への影響が少ない。シクロホスファミドのようなアルキル化剤やメトトレキサートの、ような陽酸代謝喫抗剤のような DNA への、障害性は少ないため、再起形成は軽減されている。シクロスポリンは吸収後、サイクロスポリン B、C、D、E、H、L、その他の化合物へと代謝される。 これらの代謝物の免疫抑制作用は、シクロスポリンの約1割以下である一方で、人機能障害作用は高い。代謝物の個別の特性は、十分に研究されていない。1969年に、ノルウェーの土壌に含まれていた、タリーピクラジウムインフレータムから発見された。シクロスポリンの免疫抑制作用は1972年に発見され、 腎臓移植及び肝臓移植後の拒絶反応抑制作用が確認された。米国で1983年に承認された。日本では1985年11月にサンディミュンが2000年3月にネオーラルが承認された。川崎病の治療薬として免疫グロブリン状脈投与とシクロスポリン併用が有用である可能性が示唆された。ありがとうございます。